の動画ですね。限定プラレール東急電鉄2020系田園都市線を開封したいと思います。ちなみに電車とバスの博物館で購入しました。値段は確かね、2500円くらいだったと思います。ほんじゃね、開けていきたいと思います。はい、カッターねえな、どこだっけ。カッターがないと開けられないんです。ここテープつながってるんでね、カッター以外のもので、ね、開けていこう。これでいいや、毛抜きでいいや、毛抜きで開けていこうか。10円玉でもここ開けられるんだよね。うん、ね、そういう10円玉でもマイナスライバーでもいいんで、開けられるものであればね、開けていきます。はい、はい、というわけでね、こんな感じで開きましたね。まあ、最初はね、これ都営地下鉄浅草線のね、まあ、5500型にする予定でね、まあ、買ったんですけどもね、まあ、5500型のプラレールが発売されたりとかしちゃったんでね、まあ、結局ね、使い道なくったんですけどもね、まあとりあえず開けてなかったし、ネタもなかったんでね、まあ、今回開けました。それでは先頭車両から順に見ていきたいと思います。前面の方向幕の行き先は、本日も東急田園都市線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は急行渋谷行きですとなっております。急行渋谷行きというのはね、まあ、早朝と深夜にしかないね、なかなかね珍しい行き先ですね。車両番号は2121となっております。はい、で続いて側面でございます。はい、側面にはね、東急電鉄のロゴがねここに描かれております。で屋根はねこんな感じですね。はい、真っ白ですね。はい、でしかもこの車両確か屋根にねモールドがあったはずなんですけどもね、なぜかこのプラレールね、なんか経費削減なのか何なのかよくわかんないですけどね、本物にはあるはずのね、モールドがないというね、まあ、ちょっとねわざわざ限定で金型作ったにもかかわらずね、モールドがきっちりと再現されてないというのがね、ちょっと残念ですね。はい、いやー、何のために新規で金型作ったのかなっていうぐらいね、ちょっと残念な仕様となっております。はい、まあ、屋根が真っ白っていうのはちょっと珍しい車両ですね。続いて中間車両です。はい、中間車両はこんな感じです。ここに東急のロゴが描かれています。はい、でね、ちゃんとサスティナ車体に、ね、なってますね。はい、だから雨どいがないんだっけな、サスティナって確か、なんかそんな感じですね。はい、やっぱサスティナっぽい車体ですね。サスティナ車体ってなんか凹凸がないんですよね、あんまり。でそれがきっちり再現されてますね。はい、で続いてね、屋根ですね、中間車両の。はい、中間車両の屋根はですね、パンタグラフが2つついてる感じですね。まあシングルアームが2つついてるって感じですね。はい、まあ割とこのパンタグラフね、複製に使えそうなんでね、パンタグラフ複製したい方には結構おすすめですね、この車両っていう感じですね。続いて後尾車両です。後尾車両はこんな感じとなっております。ここに東急電鉄のロゴが描かれております。はい、まあ、この車両はね2020系なんでね、田園都市線走ってる車両なんでね、ここに緑色の帯がある感じですね。はい、田園都市線のラインカラーはね緑色なんでね、緑色の帯が書かれてます。確か大井町線走るやつはね、オレンジ色の帯だったと思います。はい、で屋根はこんな感じとなっております。続いて後尾車両です。後尾車両の前面の方向幕の行き先は前面同様、この電車は急行渋谷行きですとなっております。急行渋谷行きっていうのはね、まあ、田園都市線ではね結構珍しい行き先なんですよね。これ朝に少しとね、まあ、夜に数本ちょろってあるぐらいなんで、急行ね、渋谷行きって平日はね2本しか走ってないですね。はい、で休日に限っては1本しか走ってないっていうね、まあ、結構レアな行き先ですね。はい、まあ、ほとんどはね久喜行きとか南栗橋行きで走ってるんですけどね。はい、まあ、あと押上行きもありますね。はい、で車両番号は2021となっております。はい、でテールライトはね、シールでちょこちょこっていう感じでね、再現されてますね。ほんのね、気持ち程度でテールライトは再現されてるって感じですね。はい、はい、まあなんか先頭車とねあんまり違いがないですね。はい、なんかまあなんか本当にこの赤いね丸が2つあるのかないのかぐらいしかね、先頭車と後尾車の違いっていうのはないですね。まあ車両番号は若干違うかなっていう感じですけどね。はい、もうちょっとなんか後尾車に変化が欲しかったなっていう感じはしますね。次はプラ列車カードを読んでいきたいと思います。やっぱりね、時間稼ぎがしたいんでしっかり今回は読みたいと思います。東急電鉄2020系田園都市線2020系は沿線の町や駅と調和した車両を目指し、2018年春から田園都市線に登場しました。空気清浄機や液晶ディスプレイ、車内防犯カメラの設置など車内環境の充実と低騒音型モーターによる騒音低減や省エネ VVVF 装置による使用電力の削減など環境へも配慮した電車です。
なんか結構読みづらい漢字がねめちゃくちゃありましたね。読みづらいとか漢字が難しいというか、ね、読みにくい漢字がいっぱいありましたね。なんかこれ低層音型モーターってなんかすげえ読みづらいんだけど、はい、なんか読みづらい字がいっぱいありますね、はい。まあ、ただ噛みそうって言った方がいいのかな。うん、別に漢字が読めないというわけではないんだけど、なんか喋りづらいですね、はい。あとですね、この車両になんか東急電鉄は全て田園都市線の車両を置き換えるっていう話が出てますよね。なんか5000系っていうね、まあ、比較的新しい車両もなんか2020系に置き換えるっていう話が出てますよね。まあ、その理由について思ったことなんですけど、田園都市線をワンマン化させるんじゃないかなって思ったんですよね。なんでかっていうと、田園都市線には踏切がないからですね。だからホームドアさえつければいつでもワンマン化はできるんですね。でしかも半蔵門線ももちろん地下鉄なんでね、踏切っていうのは一切ないんでね、ワンマン化はねホームドアさえつければできるんですよね。で多分ね、田園都市線と半蔵門線の全ての駅にね、まあ、ホームドアが設置できたら多分この車両にもいずれね、ATO を導入するんじゃないかなって思いましたね。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。ドアが閉まります。閉まります。